ギターボールジャパニーズビーボール、も沖縄と北海道ピアナジャケンジェテルンソン、ちょっと一言言っとくぞ、おとなしいやつはそっとしておけ、怒らすな、怒らすな、一度切れたらそいつはもう誰にも止められない、もう誰にも止められない。昔一人の男がいてた、ジミーという名で街のみんなは、あいつは本当の臆病者だ、陰口叩いてはバカにしてた。ジミーには可愛い彼女がいてた、二人はいつも仕事の帰り待ち合わせをして帰ってた。毎日必ず途中の酒場の前には毎日無料が溜まっていた。二人を見かけると不良はこう言った。おいあっち見てみろよ、ちょっと待て、おいジミー、この俺にビールを一本おごれ、このアホタレ。男の一人が近づいてきた、ジミーの顔を叩いて凄んだ。ジミーの親父は昔ふとした喧嘩で酔っ払いに絡まれ、手を殺してしまい刑務所でその一生を終えた。狼様、死ぬ前親父はジミーを呼びつけこう言った。約束してくれ息子よ、トラブルには巻き込まれるなよ、お前もわしの二の舞になるぞ、この約束だけは守れよ。いつだって忘れたことはない、その懐かしい言葉、親父の最後の、それだけはしたくなかった、誓いを破るようなことは。だからジミーは我慢して金を出した、不良は笑って金受け取った、誰かがジミーに石投げつけた、どっかの遠くでカラスが鳴いた。おとなしいやつはそっとしておけ、怒らすな、怒らすな、一度切れたらそいつはもう誰にも止められねえか。わ見てるでジミーは彼女をいつものように待ち合わせた場所に迎えに行き、しばらく待っても彼女は来ない、1時間が過ぎ2時間が過ぎ、諦めて一人で帰る道、いつもの酒場の前では不良たちがバカ騒ぎをしながら酒を煽っていた。おまけ、不良の一人が何かを投げつけこう言った。おいジミー、お前の彼女はどこに行ったんだ、このアホタレ。投げつけられたもの見たジミーは彼女の家へと走り出した。投げつけられたものは確か彼女が履いてた赤い靴、いつも履いてた。家に着くと彼女は部屋の隅ただ泣きじゃくるばかり、あまりの怒りにジミーの髪の毛逆だった。あちょー、親父俺はもう我慢できない、あいつらだけは俺は許せない。ジミーは静かにバットを握り、走ってきた道また戻り出し、酒場の前で一度立ち止まり、親父ごめんと小さくつぶやき。次の日街の噂は不良たちがぶっ飛ばされてたこと、全員病院送りになったが犯人はわからない、全治2ヶ月。ジミーがいつものように古い酒場の前を通ると、昨日はたまたまいなかった不良が酒を煽っていた。ジミーを見かけると不良はこう言った。ちょっと待て、おいジミー、この俺にビールを一本おごれ、このアホタレ。おとなしいやつはそっとしておけ、怒らすな、一度切れたらそいつはもう誰にも止められねえさ。ジミーは立ち止まり振り返った、そいつに向かってゆっくり行った。